こんにちは、日向陽一です。今回は、私のようなタイプは別居婚がいいという HSP の夫婦関係ということで、お話をしていきたいと思います。ですね、これは、独身 の、 あの女性のクライアントさんからの、質問になります。で、今回は質問させていただきますと。で、女性のクライアントさんなんですけど、ボーイフレンド、前の彼からこういうことを言われたということですね。自分のことで少し元気がないときに、元気じゃないとダメだし、そんなの〇〇ちゃんじゃないと、けなされるような言い方をされましたと。で、自分がもう一人いるような気持ちになり、人形のように思われている気持ちにもなりましたと。で、自分でも元気な自分の方が好きですと。でも人と一緒にいる時間が増えれば疲れた時の自分を隠すわけにもいかなくなります。何か工夫をすることはできるのでしょうか。彼はというのは今の彼ですね。彼は落ち込んだりしょげたりしている私を笑ってくれてご飯を作ってくれたり気持ちが楽になりました。しかし、彼が原因で体を壊すようになってから放っておかれるようになり、外泊をするしかなりくなり、今に至ります。で、私のようなタイプはやはり別居婚がいいのかなと思ってしまいますということで、この方は、いわゆる HSP というか、すごく、いろんなことを感じ取りやすい方ですね。で、あなたの場合は人といると疲れちゃうわけですね。で、いろんなことを感じ取ったりして、その普通の人が感じるよりも、すごく強く刺激を受けますので、長時間誰かとずっと一緒にいることが苦痛であるという、タイプです。で、ちょっと以前は、今のボーイフレンドと同棲をしていて、そして、その耐えられなくなって、関係が悪くなった、ここに書いてくださっているように、彼が原因で体を壊すようになったと。で、そこからは放っておかれるようになり、今、実家に戻っているという状況があるわけですね。で、だから別居婚、私のタイプは別居婚がいいんでしょうかということなんですけど、これですね、いくつかのことが考えられると思うんですけど、まず一つはそのご自身の状況を、ご主人もしくは結婚前のボーイフレンドに、理解してもらう必要があるわけですね。で、人間はいつもオンでいることはできない。オンとオフとか言いますけど。で、これが一応元気な状態と。で、オフが疲れ切ってる。もしくは、体調不良ということですね。いつも元気っていうのは人は一人もいないわけですね。で、ただこの HSP の場合はすごく他の人よりも疲れやすいので、元気でいる時間が短いって感じですね。で、特に外で、お仕事して家に帰ってくると、疲れ切ってるっていう状況がありますので、結婚をすると例えばお仕事をしている場合は家はオフの状態になるわけですね。ですので、一つ考えられることは、そうですね、この HSP であるということを前もって知っておいてもらう。そうですね、ちょっと話が前後して申し訳ないんですけど、別居婚っていうのは、基本的には聖書を見ると望ましい形ではないと思いますね。あらゆる面で
互いを知り合い、お互いの間に何もバリアがない状態というのが夫婦の私もともとあるべき姿ということなので、この HSP であるということはこれあなたの特徴ですので、これを受け入れてくれる、理解してくれて、分かって、その上でまだあなたと結婚したいという人と結婚するということですね。ですので男性にとって一番辛いのは訳が分からないのに機嫌が悪いっていうことなんですね、奥さんが。で、体調が悪いとか、その HSP で繊細さんなので疲れやすいって、それが異常に、普通の人と比べて異常に疲れやすいってことなので、異常っていうのは常じゃないっていうこと、他の人たちと比べてですね。で、実際には、5分の1の人が5人に1人は HSP とかって言われていますね。っていうことは5人に1人はこの悩みを抱えているっていうことになります。で、実は、これ何回かお話してますけど、私の家内の夏江もHSP なんですね。だからこういうふうに、見えるんです、夫から見ると。外ではすごい与える人、明るい人で、家に帰ってくると疲れ切って、不機嫌な人みたいにふうに見えるわけなんですよ。だけどそれは別に悪意があってやってるわけじゃなくて、やっぱ疲れ切っちゃうんですよね。で、だからそれを理解してくれればいいわけですね、ご主人が。私がなるべく理解しようと努力しているのと同じで。で、だからそういう意味で基本的に長時間人と接した後、接した日は夏江さんは家に帰ってきた後はすごく疲れやすくなっているので、機嫌も悪くなりやすいし、体調も悪くなりやすいということを分かっているわけです。で、それを分かった上でいたわってあげる必要があるんですね。でも昔はちょっと意味が分からなかったんですよね。なんか外面良くて、なんか内面悪いみたいななんかすごいなんで私に対してだけ機嫌悪いのかみたいな感じで、私が傷ついちゃうってことがあったわけですね。だけどそれは彼女を理解してないから、自分と同じような人だと思ったらなんか悪意があるとしか思えないっていうかね、自分は外でも、内でも基本的には全く同じなので、で、そういう意味で私は人と会っても、もちろん疲れなくはないですけれど、彼女が受けるいろんなことを感じ取った後のなんか、なんていうの、本当にもう全身の力が抜けるような、そういう疲労感はないわけですね。常に人と一緒にいることで逆に私はエネルギーをもらうみたいなタイプなので、全然違うわけなんですよね。だけどそれを理解するっていうことが私にとってすごく難しかったんです。ですので、私のようなタイプは別居婚がいいっていうことじゃなくて、あなたのようなタイプを理解してちゃんと愛してくれる人を、ある意味選ばないといけないし、別の言い方をすれば、あなたがどういう、なぜそうなっているのかっていうのを、説明する責任もあるわけですね。あなたが説明してくれれば、あ、そうなのか分かったっていうふうに受け止めてもらえるようになりますので、あなたにはそれを相手に対して攻撃的にならずに、説明をする、責任というか、知恵が必要だということですね。ですから、あなたのようなタイプが必ずしも別居婚じゃないといけないということはないと私は思います。で、以前にもお話した通り、HSP の方っていうのは、特別な能力を神様からいただいてますので、もらってますので、それが大きく役に立つ部分があるわけですね。ですからそれを大切にしながら、他の人との関わりを、知恵を持って用いていくというか、対処していくということが大切だと思います。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。